後半諜報員忍者スパイ大好き正清さん加わっていただきます。はい、よろしくお願いします。それから選挙が終わったばかり小沢塾ね、ちょっと残念でしたけども、はい、ボロ負けでしたね。はい、インディゴチャイルド の, 作曲家の、真城さんです。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあどうでした、ちょっと選挙の話だけ聞いとこ う, おうどうでした、小沢さんは。小沢さんね、もう生活の党の党員が4名になっちゃいましたよね。4名になっちゃった。名前が悪いですよね、うん、生活の党とかなんかね、うん、なんでですか。もうちょっといいネーミングないのって。なんか最近の政党の名前って良くないよね。でもなんかいいのあったじゃないですか、何でしたっけ、支持政党なし党。あったー、はあ、でも票入ってましたよね。入ってる、8万だ、生活の通り上だったらしいじゃん。本当に。でも変な話、ね、この間もその党の名前を略式で書くときに日本と書くと共産党に行っちゃうみたいなさ。え、そうなんですか。あ、日本共産党の略式、日本前は日本維新の党だって、今維新の党じゃないですか。だから日本って書くと共産党に票が入っちゃうっていう。あ、そうなんですか。みんないろいろトリッキーな変な話、ちょっと前まではだから日本と名の付く政党って日本共産党しかなかった。日本新党とかね、昔ありましたけどね。まあ、ちなみによく言うんですけど、日本共産党っていうのを訓読みして大和言葉にすると、はい、その大和友結び党っていうね、非常になんか神道的な名前になるという。あ、共に生むからね。で、社会党なんていうのもね、はい、社で会いましょうみたいなね。いい感じ。社会党いいな。非常になんかこの左派の連中のね、政党っていうのが非常になんかこうね。じゃあ自民党どうなんですか。ウィークチックな名前なの。自民党どうなんですか。自民党ね、自民党の地ってね、民っていうのはこれ奴隷って意味ですから。あ、自ら奴隷になる党。当たってるじゃないですか。いやそうなんですよ。民主党なんか奴隷が主な党っていう。え本当ですか。いや本当なんです。じゃあ生活の党のどうなんですか。まさに生活のね、本当はね、意味からするとね、生きて生きる党なんだけどね。そうですよね。でも生活臭があるからな、なんかな。いやでも小沢さんの主張は政治は生活、国民の生活だと。いや生活と政治を分けてほしいんだけど。いやそれ、ネーミングね、もうちょっとね、はい。ただ小沢さんっていうのは政治家、選挙運動するときって、まあ、今回はちょっとあれですけども、前回も前々回も必ず第一声はあるとこから始める。どうでしょう、これあんまり言えないんだけど。あ、でも普通にニュースで、ね、なってるので、はい、選挙が公示されて今日からね選挙運動しますみたいなときに、うん、その初日に小沢さんは一体どこにいるのか。はい、分かってるな。新潟？違う。あ、なんかね、新統計じゃないですか、きっと。ブー、違う。あ、違うんですか。まあね、岩手でしょ？それのちょっと調べればですね、出てきますけれども。はい。まあ今度いずれね、ちょっとあまりにも怖いので、あまり触らないでおきますけど。聞きたい。じゃあ宿題、真城さんの宿題。わかりました、じゃあ調べます。ね、じゃあ最初のネタいきましょう。はい。これですね、明治天皇の盗撮写真の謎。三上さんすごいですね、明治天皇と盗撮ですからね。盗撮ですよ。はい、まあまずこれの記事を書かれた人が、どんな人でしたっけ。この方はね、ペンネームなんですけどね、はい、落合寛治さん、はい、落合信彦と石原寛治を足して2で割ったような ねお名前ですけども。で記事の中に こんな構図がねちょっと書いてあったんで、ちょっとそれ多分堀川政略ってまさにその落合さんのなんて言うんだろう、学説っていうか主張だと思うんで、ちょっと簡単に説明していただいていいですか。まあ多分ねこれ見てもね分かんないと思います。はい、まずその落合さんっていう方はこれ、はい、和歌山にお住まいなんですけれども、はい、まあ金融系のお仕事に携わっていて、ね、その傍らいろいろな人脈ができていって、うん、その日本の皇室の裏の事情を知るやんごとなき人とつながりができたと、うんうん、でそこからいろいろこうまあなんていうかヒントというか、はい、実はこうなってるんだよみたいなところをこう、まあチラリズムじゃないですか、ちょっと小出しにこう教えてもらって、それをもとにこう調べていって、なるほどなみたいなところで落合さんこう謎解きっていうかな、していくと、
それを称して、落合史観というね、そうですね、そういうことで何冊か本を書かれてるんですが、はい、基本となるのがその明治期、幕末から明治期にかけてのこの一連の、まあ、皇室および政治の流れで、よく孔明天皇、それから明治天皇は暗殺されたんだと、うん、暗殺されて、明治天皇は大室虎之助という南朝の血筋を持った人がすり替わったんだと、うん、っていう説があるわけですね。明治天皇すり替え説、うん、でこの明治天皇すり替え説にもいくつかバージョンがあるんですが、その中の一つ、はい、で一般というかな、そのすり替え説の大体はまずここにある孔明天皇、孔明天皇は暗殺されたと、はい、毒殺されたと、うん、まあ殺される方もいろいろバージョンがあるんですけどとにかく暗殺されたと、はい、でまあそれで崩御なされて、はい、で代わって、睦仁親王の明治天皇が即位するわけなんですが、はい、その時に大室天この睦仁親王も実は暗殺されたと、はい、暗殺されてその代わりに大室虎之助がすり替わったんだ、はい、っていうのが一般的なすり替え説の骨子なんですね、はい、これに対してこの落合史観で言うとですね、はい、孔明天皇が、まあ、死んだという噂、はい、まあそれはあるんだけれども、うん、実は死んでないと、なるほど、嘘だったと、殺された、崩御された、まあ、自然死だったのか暗殺されたのかは別にして、いずれにしても崩御は偽装であると、ふりをしてたと、偽装、うん、だから表舞台から退くためにわざとお亡くなりになった、お隠れになったということを演出した、はい、ここが一つ、はい、で当然ながら睦仁親王ですね、もう殺されたというふうな噂を流しつつも実は死んでない、うん、でかつ大室虎之助が、まあ、後で言う明治天皇として、まあ、即位というか歴史上の表になってくるのもこれも正しいと、なるほど、だから二重三重にちょっと難しいんですが、いずれにしても、はい、暗殺はされなかったと、死んではいないと、その明治維新の時にはこの お三方、はい、孔明天皇、睦仁親王、大室虎之助は生きていたと、はい、で死んだことになった孔明天皇は、まあ、いわゆるカタカナで裏天皇として、なるほど、実はいろいろな役割を担うようになったと、はい、その後ですね、これは落合さんの言葉からか、で言うと、ここの国体天皇ですね、はい、国体、それはどういう意味なんですか、国体、まあ、国体っていうのも、これ旧字で書いてありますけどね、旧字が正しいんですけどね、はい、まあ、国体、まあ、国体護持っていうように、本来の天皇の役割をやるのと、もう一つ、はい、ここね、国際天皇って並べて書いてありますけれども、はい、裏方に回った、はい、まあ、京都の堀川の御所で、まあ、そのまあ、いろんな仕事をするんですが、国内だけじゃなくて、うん、海外にも出かけていく、へ、いろんなこう国際的なですね、はい、まあ、そういう意味で国際天皇みたいな言い方もするんだけれども、そういう役割を担っている、特に国際金融に積極的に関与していく、うん、あ、そうなんですか、へ、まあ、これはもう一つ前段階があって、江戸幕府が、まあ、倒壊していく中で、うん、小栗、はい、小栗藩、いわゆる埋蔵金で有名な小栗、はい、実は死んだんではなくてアメリカに渡っていたと、本当にフィラデルフィアに渡って、実は会社を起こしていた、会社すごい、これが莫大な国際的な財閥になって、これ三井とかも関わってくると、でその辺のつながりとかやってるの、やってるというか、その担ってるのが、その国体天皇のもう一つの役割である、それが国際天皇であるという、でそれとは別に、その表に立って、はい、まあ、
明治期ですから政治に積極的に関わってくるので、はい、まあ、政体天皇という言い方してますけども、なるほど、政治に関わる天皇としては大室虎之助がそれを担うと。まあ、まあ、皆さんよくご存知だと思います。一応大室虎之助さんがどういう人なのかってちょっと簡単にご説明いただけますか。三上さん、大室虎之助。大室虎之助ですね、はい、これは山口県の田伏というところに、はい、実は長州藩が、はい、ずっとかくまっていた、南北朝以来ずっとかくまっていた、はい、南朝系の血筋の方、はい、それが、まあ、当時は大室虎之助であったということで、はい、まあ、明治維新に担ぎ出されてくるわけです、はい、南朝ということ、まあ、南北朝清純論、どっちが正しいのか純なのか、はい、まあ、明治天皇は南朝も正統であると、うん、いうことを認めたわけですね、はい、皇居にもね楠木正成の像があるように、はい、それっていうのはそもそも大室虎之助イコール明治天皇が南朝の出であるからだという、うん、なるほど、まあ、これは一般に明治天皇すり替え説ではよく言われる、はい、実はこれ南朝革命であるんだというような、まあ、なんていうか論ですよね、はい、ちなみに孝明天皇はどちらなんですか。孝明天皇はこれが待って一応今も一応北朝っていう、はい、大前提ですからね。そうですよね、はい、だから孝明天皇までは北朝で、はい、すり替わったことによって、はい、明治天皇以降は南朝であるというような、はい、まあ、仮説があるわけです。なるほど。じゃあところがこのややこしいことに、ね、この落合士官というのはそもそも南北朝の時代に仕掛けがあってみたいなことになってくるんですよ。でだから 北朝南北朝 その北朝って言ってるけど実は南朝だったんだぜっていう話で、はぁ、あ、みたいな、ね、そこまでいくわけですね。っていうですね、まあ、すごいなんかこういう二重三重になってる。なるほど。今日はちょっとね盗撮っていうところがテーマなので早速その盗撮された写真を見てみたいと思うんですけど、三上さん、これが明治天皇が盗撮されたという、これは場所はどこですか。横須賀ですね。はい、これは何をしてる時にこう盗撮されたんですか。これはまさに御巡行なされた時に、はい、まあ、まあ一休みっていうのは変だろうけど、はい、まあ、横須賀に御巡行なされた時の姿 で、はい、でちなみにこの背景に松だよね、確かね、林がこう、はい、木が生えた背景がありますけど、これ合成です。あ、合成なんですか。合成です。この、オリジナルの背景は全然違うんです、ね、そうなんですか。手が込んでますね。まあ、当時だから、ね、切り張りみたいなことしたんでしょうけど、これは誰が撮影したんですか。これはオーストラリア人のですね、はい、名前なんつったっけな、ステルフリールっていう、はい、写真家ですね、はい、で普通こういう風な写真っていうのは撮られるはずがないというか、ね、撮れるはずがないというか、そうですよね、まあ、一般の国民がこういうね、明治天皇がこうもし御巡行なされた時こんなね近くで、まあ、ある種おくつろぎになられてるところの写真なんか撮れるわけもないし近づくこともまず不可能だったはずです、はい、なので、ね、なぜこんな写真が撮られたかっていうのが一つの謎で、もう一つ、はい、この明治天皇陛下のですね、陛下のご尊顔がですね、はい、その世に言う明治天皇のですね、はい、ご尊顔と違うと、あまりにも違うと、よく言われてるのはこの有名な古べっき写真っていうの中に明治天皇らしき人が写ってるっていうちょうどセンターですけどね、この40番、まあ、この写真というかこの図版でいうと明治天皇とされるのが大室虎之助であると、はい、だから、まあ、後のなんていうかな、表に出ているそのゴミ絵であり写真っていうのはやっぱり大室虎之助のこの顔に似てるんじゃないかと、はい、いうような、まあ、指摘がずっとなされてきてるわけですね、はい、でよく出てるのはこれ、まあ、比べてみるとこんな感じですよね。で今右側のこの、まあ、盗撮写真、はい、顔、いや違うんですよね。違いますよね。まあ、大室虎之助がどうか別にして、はい、いわゆるその明治天皇のご尊顔とそもそもなんかこう、ね、顔形人相が違 う。違いますよね。全然違いますよね。でこれがかなり問題になってて、はい、もし違ったら一体写ってるの誰なんだみたいな、
まあ、誰なんだっていうのと、なんでこんなあの違う人がやっていて、さらにそれを取らせたのかってことになりますよね。うん、でまあ、その落合説によると、はい、ここに写ってるのは睦仁親王でもなければ大室虎之助でもないと。あ、じゃあ第三者ってことですか。第三の人物がここに天皇として実はまあ佇まっていて、はい、もっと言うならばそれをわざと、はい、わざとそのオーストラリア人の、はい、写真家に撮らせたんだと、ええっていうのが、まあ、落合説なんてね、はい、何のためにですか。オーストラリアじゃねえ、オーストリア人ですね、はい、失礼いたします、はい、でそこがなぜ撮らせたのか、うん、ここがポイントで、はい、本当の明治天皇の顔は出さない、睦仁親王でもなければ大室虎之助でもない第三の顔が本当の明治天皇だっていうことをわざとわざと撮らせて欧米社会に知らせる、うん、この写真を見たその欧米の人たちはこれが本当の明治天皇の顔だと思い込む、はい、それが狙い、うん、なるほど、ね、というのが落合説ですね、はい、なのでちょっと結局これは誰だったんですか。これがまたね、あの天皇ではない、天皇ではないっていうのも難しいんですよね。この辺のがね、いろいろこう錯綜していくんですけれども、落合説によると、はい、北白川の宮ってありますね、はい、北白川のあの要はあの東部皇帝の、はい、東部皇帝ありましたよね、はい、輪王寺の、はい、その東部皇帝の異母兄弟にあたる、へまあ、初代北白川の宮ですね、義久親王という、まあ、皇室の名前っていっぱい変わりますからね、宮がこう東部でもいっぱいあるんで、これ、はい、なかなかこうややこしいんですけども、まあ、北白川の宮のが初代になって、うん、要はこのわざとパパラッチされて、まあ、なんていうかわざと撮られたすぐ後しばらくしてあのお亡くなりになるんですね、うん、あの 北白川の宮の義久親王っていうのは、はい、で実は落合説によると実は死んでねえというまたねで海外に渡ったんだとかね、はい、まあそういうまた商売したっていう、うん、基本的にあれなんですね。だから明治ってそれまであれじゃないですか、江戸時代ってのは鎖国してましたからね、うん、鎖国してって急に明治時代に海外に開けるわけですから、国際的な付き合い方っていうのはね、それは慣れてないというか、この落合士官はね、なんだろうな、これまで その明治天皇のすり替え説みたいな遺説のさらに次なんですね。だから普通の定説教科書的なことからすると2ステップを選ぶで何言ってんだみたいな話になるんだけどもそのすり替え説を前提にしてさらにというと、あ、ひょっとしてみたいな、はい、あのそれで、まあ、あの成功処方さんというところからあの何冊か本が出て、ね、最新刊なんかすごいですよ、ね、あ、なんですか、みたいな、なんかこう、そうそう、南北朝のあの流れが実はもうあの時代に、はい、もうあれですもん、もう海外出てると。え、そうなんですか。南朝の流れの血を持ったあの人たちが、はい、だってヨーロッパの王家になってるって話。へえ、本当ですか。でもそんなこと言いだ、ヨーロッパのこと言い出したらもうそれこそ京都の時代から平安の時代からヨーロッパは入ってるからっていうことなんですか、ルーツとしては。その古代のあれとはまた違って、その南北朝の時にこうある意図を持ってこう行ったというのがもうだからね、難しいのよ。ただあれじゃないですか、冒頭にご紹介したそのテルコさんはもうとにかく明治時代が大好きで、あの明治時代をこう積極的にこう見ようとしてしょっちゅう見てるみたいですよ。で見えるからしょっちゅう見てる、そう覗いてるみたいですね。そう、1回のまさにそうなんです。1ヶ月に1回ぐらい明治時代のことをあのよく書かれてるんですよ、はい、だからちょっと明治時代ってのはやっぱ明治の文明開化ってのは それだけ深いってことですね、まあ、ちょっとお時間来ました、次のネタ行きましょうか。